どうも、男性ブランコのウライでございます。さあ本日はですね、企画で、こちらの方ラクプラの、トヨタ CHR こちらの方ですね、いろんな部員の方が、ボディを好きなように塗って、楽しむという企画でございまして、私もですねちょっとこちらの方、ボディを好きなように塗っていこうと思っております。ちょっとねラクプラなんでねのボディがねあらかじめこうこれですねワンパーツで書いてあるんでね塗装が非常に、楽な作りとなってますんでこの色を変えてどうやって遊ぶかっていうのを、ちょっと、楽しんでやってみたいと思います。今回、使わせていただくのはこちらガイアノーツさんの15周年記念カラーですね。はい、蛍光パールブルーして蛍光パールピンクして蛍光パールレモンイエローでございます。こちらをちょっと、ランダムに、吹き付けてみようかなと思います。さあ、吹き付け終わりました。青と黄色と、赤をランダムに引いたらこんな感じですね。ブルーマークさんのなんかレトロな怪獣ソフビみたいなカラーリングに来ましたけれども、はい、これで一旦ね、第一段階終了ということで、次に移りたいと思います。ここからは、こちらですね細切りマスキングシートの、2ミリ幅ですね。これを使って、残していきたいラインをマスキングしていきたいと思います。ちょうどですね仮面ライダードライブの、劇場版に出たネクストライドロンのようなああいう、ボディ全体にラインの入った、塗装というのをちょっとやってみようかなと思っております。始めてからだいたい2時間ぐらいで、マスキング終わりました。これで上からですねこう黒い塗料をシャッと拭いたら、この虹色というかねこのパールのところがマスキングされたところがこうライン上に残るという感じですね。これでもいいですけどね、なんかこの黄色いラインもね、はい、こうホイール周りは、この付属してたラクプラのシールをですね、貼りましてマスキングテープの代わりと、しております。さあうまいことライン残ってくれるでしょうか。黒い塗料を吹き付けようと思います。缶スプレーでブラックをシュッと拭いて、ちょっと乾燥をさせた状態です。わかりますかね、マスキングテープがありますけれどもこれを剥がしたら果たしてねラインが綺麗に残ってるといいのですが剥がしてみましょう。さあ剥がしてみました。2枚ほど剥がしてみたんですが綺麗にラインが残っております。よかった、いい感じですね。じゃあ残りも、全部剥がしていきたいと思います。さあマスキングテープ剥がしてクリアを拭いたところです。いい感じにラインが残っているのではないでしょうか。はい、サイバーな感じが出ていい感じですね。さあということで、残りのパーツを組み立てまして完成しましたラクプラトヨタ CHR でございます。オリジナルカラーでね塗らせていただきました。あれですね、あの蛍光パールカラーが、非常に綺麗にラインとして残って、
サイバーチックな仕上がりになっているかと思います。まあ、じゃあ多少ね、あらはあるんですけど、まあボディの塗装をね、お手軽にするということで、このような形で今回仕上げさせてもらいました。このテールランプの方はですね、クリアレッドで、塗装しております。このナンバーとかですね、エンブレムとか、この辺りのは、シールで貼らせていただいております。ホイールも、シールでございます。さあ、赤と青とね、黄色の、蛍光パールだったんですけれども、ランダムに吹くことでね、ところどころなんか紫だったり緑だったりに、いい具合に混ざって、結構七色な感じで塗れてると思います。本当にマスキングして、黒を塗って剥がしただけでこうなるのでね、結構そこまで難しくなくて、いい感じに未来っぽく塗ることができました。そしてですね、蛍光パールカラーなんですよ、これは。はい、ということはですよ、ブラックライトをね、よいしょ、ラインのとこだけね反応してくれるんですね。すごいですね。これ走ってたら絶対近づきたくないですね。めちゃめちゃ派手になりましたけど、はい、反応しております。蛍光で残ったラインがブラックライトに反応しております。よかったよかった、うまいことね、ライン残って反応してくれてよかった。ああ、いいですね。以上、ラクプラトヨタ CHR でございました。本格的なね、カーモデルを作ったことはない人でも、簡単に作れますので、お箱のように塗装して、遊んでみましたけれども、皆さんもぜひ、いろいろ、ボディだけでもねこう塗って遊ぶというの非常に楽しいので、やってみていただきたいと思います。チャンネル登録お願いします。